これ割れてんの大丈夫これ？これね、こっちがあれだから、うん、別にここはね、あの、あ、これあれ、外のあの、外か、外、あ、フィルム？フィル、そうそう、ガラス、うん、あ、電池が切れたら、ここに3つあるんで、うん、ありがとう。これを使ってください。ありがとうございます。お借りします。あと、メモカードは外してきたんで、うん、OK。もうこれ、切る？うん、うん、まあ。ジップロックもいいよ。持ってもらってもいいよ、大事携帯。もしかしたらでも自分のカメラで撮りたくなっちゃうかも。すごいね、いい感じ。うん、いい感じ。まあ、ハーネスも今履いてた方がいい。あー、どっちでもいいや。まあ、つけちゃってもいいじゃない。メンサカ君がそういう浮かれたグッズを持ってるとは思わなくて、見た感じ多分一回も使ってないですね。この滑る面が全然綺麗なままなんで。メンサカ君これどこのやつ？シープサミット？これね、いや、本当、本当、でもこれ、こういう系はもう超強い。あ、そうなの。うん、これで水の中入って、やってる途中で水の中入って、あのプカプカしてても絶対入んない。だからそれにあえて空気だけやってさ、なんか浮いたりもできるんだよ。うん、できる。だから、まあ、あんま進まないんだけど、この前ダイヤマさんと一緒にやってたのが、ザックを前にして、ザックも結構浮力があるのね。ザック前にして、こういう風にやって、足で、イってやって、バタバタしてると、全然進まないけど、うん、溺れはしない。あ、そうなの。うん、だから写真見るとなんか結構浮いてる写真もあったから。ああ、はいはい。セールと一応持ってくる。僕ちなみにタープ持ってますよ。いや、置いてくる。うん、これです。カチッと気になる。あ、おお、ある。あ、よかったね。あ、よかったね。それっぽくないこのワークのやつ。うん、結構いい感じ。すごい当たりだと思ってるですよね。あーちゃんの方が逆にどれだけ滑らないか試せる。確かに。多分ね、厨房とか油とか、あー、海水耐熱だとか、うん、なんか2軒目に行ったワークの飲み水で、うん、走らせてくれたの。そう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 、ありがたいってことに、マリンシューズは全部売り切れなんですとか言って。マリンシューズ 3L サイズとかが多くない？多かった、多かった。 3L っていくつぐらいだね、センチといったら。29から30。そんなでかい足の人いる？いない。たまに厨房にめっちゃでかい人がいるじゃん。確かに、太っててでかいみたいな。うん、職人みたいな。これ超便利。水泳棒みたいな感じだし、まあ、水をある程度含むし、うん、首が焼けない。箸あんまないっすね。あんまない。あ、適当な人がやられない。あ、箸。箸あります。箸悪かって言われて、箸はねえな。2ぐらいしかねえぞみたいな。どんだけ食いしん坊だよ。お菓子食べたい。じゃあ、本当に皮膚棒を。
ヒューチーシー。オッケー。ヒューチーシー。あ、これ見たかった。これ濡れない方がいい。濡れない方がいい。けどまあ濡れてもいい。変わってますか、石。そこ通れましたね。通れます。これは樽笠は。綺麗。ああ綺麗。ええやんええやん。おお。あ、その辺かな。なんか。組み跡っぽい。こっちから降りるのがいいかな。うん。ここもいいかもね。ここも良さそう。サイズ大丈夫？うん、大丈夫。うわ、綺麗。すごいね。濁流じゃなくてよかった。確かに綺麗ですね。ちゃんと透き通ってる。お、早速入ってる。ねえ。結構滑るな。いいよね。うん。ああ。なるほど。おお。二人の格好ぐらいでちょうどいいかもしれない。あーでも気持ちいい。あー本心入りたくないな。あー気持ちいい。最高。冷たい。いいね。気持ちいい。あー暑かったから時間も進めばあるんだよ。徐々に暖かくなってくるよね。よいしょ。グラビアショット。グラビアさん。グラビア。首にかけといた方がいいかな。あ、首でもいいかもね。宮沢君はもう首にかけてた。やっていいね。いっぱいあります。2人分ぐらい賄えるくらいの。そうですそうです。このザックほぼ俺使ってないもん。これぐらいの方が滑りそう。これぐらい。ここだとこいつは滑らないんだけど。ああそんなにっすね。まあ大丈夫。ちょっと滑るここは。あまあ全然滑るとはこれも。まあまあこれぐらいなら1900円の 30% オフだから。これも沢入っていく感じ。雲の巣が。
木は滑る。一回やってみれば。捕まりながら。ここがめっちゃ滑る。木はあのこれでも全然滑るから。あ本当に。どうしようもない。いやこれ強いっすね。これ。よいしょ。住民みたいな。おお。滝っぽいね。おおすごい。おお。すごいね。投飯だ投飯。これ直投？もうできないね。流されたおーすごい。あっ泳いでる。あめっちゃ綺麗だねえ。一応出しといた方が。二人はもうフリーで残ってる。そうだね。あーちゃんだけあれしようかな。セカンドのビレード上がるっていうのもいいから。うん、そうだね。そうしようかな。俺と大山さんはフリーで行っちゃおうかなと思って。まあ、白馬のガイド頼んだらかなり1万円ぐらいいっちゃうよね。いや、するする。するよね。完全にもう他人を踏んでや。そんなになんかすごいと思わなかった。サンキュー。おー、めっちゃ綺麗。サーティンぐらいありそうじゃない？おー、水が。大休みと同じじゃない？確かにね。ちょうどいい練習かもしれないですね。すごい、ちょうどいいな、この。ねえ。よかった。ちなみに多分、登るとしたら左を登るんだけど、ここもあれかな。一応ロープ出した方がいいかな。そうだね、ザレててあれするといけないから。あ、でも一段上がれば草だから大丈夫かもしんない。いいかな。うん、ちょっとぬめるから気をつけてね。あ、こっからジャンプ普通死ぬね。普通に俺行けるかなと思って。全然。おー深い。おー、やっぱザック浮くな。え？嘘。嘘。段はあるよね。
あーちゃん行ってみれば行ってみる無理やよし関門がそのね、白くなってるその辺ゴーグルゴーグルゴーグルつければいけあはははは降りるわけじゃないんだけど確かに実はでも楽しかった、あはははは半分落ちてるよははははは水泳来た水泳ポイントすごい、いいじゃん。ロープ出しとく？いや、泳げない。うん。え？犬かきならできるからいいって。そうそうそう。私は結構なんかガクトが上に上がっちゃってヘルメットをして頭を溺れるみたいなそういう体勢になることが多くて、あ、本当ですか。この間なんか結構手ガクト浮くからいいな、あ、それいいっすね。これにしようかな、踏みは遅いけどね。あいいよ、あーちゃん。浮くかな。ねえ、荷物が少ないから。ね、うん。それか私の手を使って大丈夫かな。なんか夏休みのプールみたい。ねえ、はい、最高買ってきてよかったねありがたい、我々初心者にとっては。おお、また泳ぎだ。よいしょ。右足をさ、そこの
岩に乗っけて。すごいね、めっちゃ綺麗あの今食べても後で持って帰って食べてもどっちでもいいので、いやーこれは今食べます。あれもレモンわらびってのあって、うーん、これが好きなんだけど最近売ってない、なくなっちゃったんですかね。誰かが買い占めてるさっきあーちゃんと話したんですけど、これだからどっかのガイド頼めば普通に1万とかするよねって言って宮坂市の1万円バリューが宮坂ガイドこれ3級ぐらい、いや、全然これ1級。あ、そうなんだ、うん、なんか、それだけも1級なんだけど、うん、それだけ本当にもう歩いてるんだけど。あ、そうなんだ、うん、歩いてて時々雲の巣が張ってると怖い。へぇ、で、2人はちょっとつまんないんじゃないですか、うん、大丈夫、普通に濡れたりするかなって、うん、あ、難しいのを求めていくとすぐに登れなくなる。ね、ここの隣の谷川沢で私がセカンドで行って落ちて胃の中で宙吊りになって、あばばばばばば。マジですか。山田君ゆる。今緩めてます。ね、一回沢の中で落ちてるので、それでちょっともうちょっとクライミング。ああ、なるほど。でもだいぶ行きますよね、普通のクライミング、こういうとこでも。おかげさまで今年はまだ落ちてません。今年はまだ落ちてないよね。ああ、落ちてない。順調ですね。なぜかグリグリが入ってた。やべ。いや確かにでも沢登り楽しいよ。サボちゃん目覚めちゃう。目覚めちゃうかもしれない。サボちゃんより先におさみさんが目覚めちゃう。可能性はあるかもしれないです。あ、かもわ。そうそうそう。そうそうそう。膝に来てんの。ちょっと体冷えたな。止まるとちょっと、ね。はい、あ。関門や。それ180ぐらいですか。おお、なんかそれちょうどいいサイズですね。滝行できるか。ねえ、行けそうじゃない？あそこ深くなければ。あそこ滑り台。ちょっと短いけど。え？てめえ。いやいや。
いいね。早そうだ。すげえ。あ、じゃあやってみれば。あー、なるほどね。あー、おー、綺麗。いいね。綺麗、めっちゃ綺麗でしたよ。楽しい。修行になった。いやすごいわ。やったほうがいい。髪が立ってる。お笑いの神様。どうだった？なかなかだよね。なかなかだった。